おはようございます。はい、始めます。始めます。ハレリア、アメン、アメン、アメン。皆さんお元気でしょうか。3月2週目でしょうかね。いよいよ春ですね、皆さん。もうちょっとまだですね、昨日今日寒い感じありますけれども。でも気温はちょっと低くてもこう春の気配って言いましょうかね、こうなんとなくこう、日差しが春っぽいっていう感じ、そういう感じで寒くても何か暖かいっていうか、寒くても何かこう気持ち的に春ですよね。アメン。皆さん本当に異常気象が今激しく世界を覆ってますが、これからもその異常気象はひどくなると思うんですけれども、しかし皆さん、私たちはこの嵐の中を、ね、その安定してまっすぐ歩むというのが信仰です。なぜこれからそのいろんなことが起きるか、いろんな事件、いろんなその災い、それは私たちの信仰を神様がその試すということなんです。つまり信仰がないとやっていけない時代になるということなんですね。これは日本でも世界でも同じです。つまり神様はその神様のご自身のその栄光のために、神が植えたものが残り、悪魔が植えたものがなくなっていくようにするということです。それがこの終わりの時代です。終わりの時代は毒向きか良い向きかがはっきり見えてくる時代です。今まではよく見えない、今まで隠されていた、ね、人間ってなかなか自分の本音言わないじゃないですか。本音ってなかなか分かんないけど、何か出来事があると本音ができて、ね、で喧嘩になったりしますよね。相続の時に普段仲のいい兄弟が本音が出て喧嘩するとかそういうことあるじゃないですか。夫婦でもね、夫婦でもその夫がリストラされたら離婚するとかね、だからそういう本音が出てくるときにトラブルが起きるわけですね。でも考えてみたら、その本音が要するに良くないというのが問題なんですよね。でその本音が罪だということですね。だから今神様は世界中の人たちの本音を引き出すようなことをされるということですね。つまりどういうことかというと、これからがその全てのことがこの試されて、全てのことが明らかになる時代だということです、ね、以前情報公開法っていう法律があって、その政府もこう、ね、情報を提供しなきゃいけない時代になりましたでしょ。まあ、それはなぜかというと、隠して隠して隠して人間というのは悪いことをするわけですね。で政府も企業もいろんな団体もその自分たちの不正を隠していられた時代があったわけです。ところが情報公開法でその情報を隠せない時代になってきたわけですね。いいことですね、それはね。それは霊的に言うと光が、ね、光が差してきたということなんですね。私たちの心も隠してたけれども、ね、私たちクリスチャンは自分の心を隠してたけど、福音を聞いてイエス様の言葉を聞いて、もう自分の心をその隠せない、ね、もうイエス様、確かに私は罪人です、私は悪いことをしてきましたとですね、認めたのがクリスチャンですね。アメン。そしてまだ認めてないのがノンクリスチャンですよ。皆さん、リスナーの皆さんまだ認めてないんですか。とにかく罪を認めるということがとても大事なんですね。罪を認めるというのはとても大事なんですが、いつまでたっても罪を認めないのが日本ですね。日本は、戦争中ひどいことをして悪いことをしたにもかかわらず、まあなんと、ね、あれは悪くなかったと、あの戦争は悪くなかったと、アジアのためにいいことをしたと、とんでもないことを言ってるのが日本なんです。もう世界中がひっくり返ってます。もう世界中がなんと時代錯誤なのか、なんと傲慢なのか、ね、もうドイツはもうずっと前に悔い改めたのに、日本は悔い改めてない。
私は日本を愛してるからこそ言うんですね。日本が正しかったという人は日本を愛してるんじゃなくて日本を憎んでるんですよ。逆なんですよ。本当の愛国心は日本が悔い改めて神様に許されることが本当の愛国心なんですよ。日本が正しい、ね、外国が間違ってるというのは、これはサタンに騙されて日本を愛してるどころか日本を滅ぼすことなんです。その証拠は戦争じゃないですか。戦争そうでしょ。戦争あれ日本滅んだじゃないですか。原爆で滅んだじゃないですか。ね。その本土空襲で日本滅んだじゃないですか。なぜ滅んだんですか。日本が傲慢で、日本が正しくて、ね、アジアを自由にすると言って傲慢になったから滅んだんですよ。それと同じ考え方を今みんな持ってるわけでしょ。でまた滅びますよ。ね。だから愚かにならないで、もうあれだけの犠牲を払って、あれだけのとんでもないことがあったんだから、どうして同じことをするのかということですね。ありえないですよ。ありえない。もうまたね、あの戦前戦中と同じ考え方を持ってるなんてありえないことですよ。もうどう考えてもおかしいです。でそのおかしいことに気づかないことが闇ですね。闇というのは見えない、わからないということです。でもそれが見えてる人は黙っていちゃいけないと思うんです。はっきり悪いことは悪いと分かる人は言うべきだと思いませんか、ね。日本がまたとんでもない国にならないためには、日本のその失敗をはっきりと認めて、日本の罪をはっきり認めて、それを警告することが日本を愛することではないでしょうか。また日本が傲慢になって戦争したり、またその悪い方に行っちゃったらですね、これは日本を愛することにならないんです。本当の愛というのは、その日本がいい方向に行くことを導くことではないでしょうか。中国は韓国と争って日本がいい方向に行くということではなくて、むしろ日本と中国韓国と、平和的に仲良くして初めて日本の将来があると思います。サタンは、喧嘩させて、サタンは戦争させて、サタンは憎しみ合います、ね。皆さん、今回 の、 その、日本と世界との関係の中で正しさを学ぶべきじゃないでしょうか。今日はそのようなメッセージを後でしたいと思いますので、前置きはこれぐらいにして次にお願いしましょう。アメンハレルヤ、おはようございます。皆さんお元気でしょうか。今日天気いいですね。この天気の良さは来たるリバイバルを表すんではないでしょうか。今月末29日かな、28日が東京で桜の開花予想されてますね。そうしたらですね、お花見配信が1週間後ぐらいの4月6日に今年もお花見配信できるんではないでしょうか。どうでしょうか、キューちゃん。またお楽しみにしてください。私たち日本人はですね、かつて、大きな間違いを犯しました。アメリカを相手に戦争をしようとし、戦争をし、そして、アジアを我が物にしようという愚かな行為をしました。ついこの間のことです。その結果どうなったでしょうか。ものすごい数の兵隊さんが死んで、一般市民が巻き添えを食いました。何も得るものがありませんでした。同じ過ちを繰り返してはいけません。戦争というのは何も生み出さない全くの負の行為です。全く人間として愚かな行為です。
私たちは信仰によってその戦争を止めなければいけません。今ウクライナでもロシアが軍事介入をするとかしないとか今きな臭い雰囲気になっていますが、私たちクリスチャンがですね、その戦争を止めなければいけない、祈りの力によってイエス様に頼って止めなければいけない。今こそクリスチャンが力を合わせなければいけない時です。韓国でなぜ教会が栄えているのか、それはですね、第二次世界大戦中に教会が先頭に立って抗日運動をしたからです。日本軍に教会が先頭に立って上がらったからです。ですから今教会がとても人気があって、韓国ではクリスチャンがとても多い。一方日本ではですね、日本のキリスト団体がですね、軍部におもねいてしまいました。天皇陛下に向かって礼拝をしてしまいました。であろうことか日本軍に飛行機を検品するなどということもしてしまいました。私たちクリスチャンはですね、いかなる戦争にも反対表明をしていかなければなりません。一部の教会ではですね、合法的な戦争は許されるという思想を持った教会もありますが、それは大きな間違いです。私たち教会はあらゆる戦争を放棄し反対していかなければなりません。その先頭に立たなければなりません。それが私たち教会員の使命ではないでしょうか。私たちはですね、人間はですね、2000年も前に全ての罪が許されています。2000年も前にありとあらゆる罪が、人間としての罪が許されています。それはイエス様の十字架の血によるものです。イエス様の十字架の血によってありとあらゆる罪が許されました。そのことを知らない日本人があまりにも多すぎる。学校でも教えないし親も教えない。私たちは頼るべきはお金でもありませんし、社会的地位でもありません。私たちの生きる目的はイエス様を崇めること。イエス様を崇め、イエス様に祈り、そして肉体が滅んだ後天国に行くことが私たちの人生の本当の目的です。お金を貯めることではありません。良い仕事に就くことでは決してありません。私たちの人生の真の目的は天国に行くことです。その反対が地獄です。生前にイエス様を認めなかった人、イエス様をバカにしてしまった人、イエス様を否定してしまった人は地獄に行って永遠に苦しむことになってしまいます。人間の肉体は80年か100年そこらで朽ち果てます。必ず朽ち果てます。しかし魂は永遠に生き続けます。人間の魂が死ぬということは、消滅するということは決してありません。エホバの人はですね、エホバの人は死んだ後人間は無意識無存在になると言っていますが、それは完全に間違っています。私たち人間は永遠に生き続けます。それは天国で永遠に平和に生き続けるか、地獄で永遠に苦しんで生き続けるか、その2つのうちどちらかです。人間は永遠に生き続けます。私たちはイエス様に全てを罪を告白して生きなければいけません。どんなに隠しても、どんなにごまかしても、
イエス様はすべてを見ておられ、すべてを知っておられます。そして肉体が滅んだと神の前で自分のしてきたことのすべてを神と一緒に見ることになります。いわゆる審判にかけられることになります。イエス様が弁護人についてくださいますが、生前にイエス様に悔い改めなかった人は残念ながら地獄に行ってしまうという事実があります。これは肉体が滅んだと気づいても遅いんです。今気がつかなければいけないことなんです。自分の罪をイエス様に告白して許してもらいましょう。自分の罪をイエス様に告白することができた人は必ずイエス様に許されます。心から自分の罪を悔い改めることができた人は、イエス様が許してくださらない人は誰もいません。イエス様はすべての罪を許してくださいました。十字架の上で血を流されて、私たち人間のすべての罪をあがなって清算してくださいました。そのイエス様に私たちは今までしてきたことの罪のすべてを告白して許しを請う。そうすればイエス様は許してくださいます。必ず許してくださいます。そして天国へいざなってくださいます。どんな大きな社会的な罪を犯した人でも、イエス様に悔い改めさえすれば、深い深い悔い改めさえあれば天国へ行くことができます。もちろん社会的制裁は受けますが、極端なことを言えば殺人を犯してしまった人でも、イエス様に対する深い悔い改めさえあれば天国へ行くことができます。私たちが従うべきはイエス様ただお一人です。私たちが従うべきは会社の社長でもなければ総理大臣でもありません。私たちが本当に従うべきはイエス様ただお一人です。アーメン。イエス様にすべての罪を告白し、今日から生きていきましょう。アーメン。アーメン。皆さん、人間は喜ぶために、作られました、ね。私たちは悲しんではいけません。苦しんではいけません。イエス様を喜ぶために生きるのです。一緒にイエス様を喜びましょう。アーメン。
Thank you.
我が心の目を。我が心の目を。我が心。ちょっと歌ってください。はい、探してきます。我が心の目を開いてください。主イエスを見るために。我が心の目を主イエス、あなたに愛を捧げ
レルヤハレルヤハレルヤハレルヤGot out here this morning, Lord. Yes, sir. We ask for your forgiveness once more again, Lord. Hallelujah. Your sons and daughters is there before you, Lord, this morning. Hallelujah. We ask of nothing before you, Lord. Hallelujah. It's your forgiveness that we ask for, Lord. Hallelujah. The sin that we've sinned against you this past week, Lord. Hallelujah. The non-sin and the non-unknown sin, Lord.We ask for your forgiveness. Hallelujah. Forgive us, Heavenly Father. Hallelujah. Forgive us because we don't know what we've been doing. Hallelujah. As we've been living from the darkness world, O Lord, Hallelujah. We have to shift from the dark to the light, Lord. Hallelujah. Shine your light upon us, Lord. Hallelujah. Lord, we ask for your strength. Hallelujah. We ask for your forgiveness.We ask for your merciful power. Hallelujah. We ask for your protection, Lord. Hallelujah. We ask for your everything in grace. Hallelujah. We uphold your name and honor and glory, O Lord. Hallelujah. Father, wherever you are, O Lord, we give you thanks and honor and glory unto your name. Because you are the King of all kings. The glorious Father. The Father of all Father. Father, take that glory.Take that glory, O Lord. Take that glory. Hallelujah. Lord, so many have sleeping. They cannot wake up this morning. But Father, Lord, we give thanks and honor and glory unto your name. For bringing us back to you this morning, Lord. For us to be able to give thanks and honor and glory unto your name. Father, Lord, take that glory, O Lord. Take that glory. Father in heaven. The merciful Father. The merciful Father. You have a one of a kind.You are one of a kind. Lord, stretch your hand from heaven and above and cover your children. Place it on our head individually, Lord. And let the current of holiness and let the current of grace flow from heaven and above. Touch your children this morning. 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 Minister out to us this morning. Minister out to us this morning, Lord. Lord, the Lord is above you.Lord, we ask for your protection, your kind giving, your blessing. Father, Lord, restore your lost, our lost glory. Restore our lost glory and show us the path to holiness, the path to glory. Father, Lord, we ask for your forgiveness, O Lord. Father, Lord, shine your light upon us, O Lord. Father in heaven, we thank you for what you've been doing in our life. We thank you for the food, we thank you for the job, and we thank you for the direction.Father, Lord, it's a new week now, Lord. We hope you give us a more a good direction. And continue to direct us and lead us in the name of our Heavenly Father. In the name of our Heavenly Father. Father, Lord, whatever the enemy is, whatever the enemy is that is making a plan to consume us, Father, Lord, let that plan consume them in the name of our Lord Jesus Christ. Let that plan consume them. Let them fall and consume by their plans, oh Lord. That evil plan, whatever they are.Man and the woman, whatever they is in our life, that doesn't want to see our progress, that doesn't want to see us live before you, Lord. Father, Lord, turn them around, let them consume their evil plan. In the name of our Heavenly Father, in the name of our Heavenly Father, in the name of our Heavenly Father, in the name of Jesus, 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 Heavenly Father, Heavenly Father, wherever you are, oh Lord, as we cry, as we cry.As we hear this voice, Father, answer our prayer. Listen to our voice. Father, Lord God, don't forsake us. Don't leave us behind. Father, Lord God, as we pray silently this morning, hear our prayer. Hear our prayer. Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord. We thank you for the heart. From the bottom of our heart, we thank you. Open up the way.Father Lord, we all need a breakthrough in our lives. I don't know where this is in my life, Father Lord. Whosoever is holding me back,
Send the person to heaven, Eli Gray, Father, in the name of Jesus. I don't care whatever it is, Lord. Send the person, Eli Gray. I'm yours, Lord. Protect me. Father, so I for those that wish me well. Protect all people that wish me and cover them with the blood of Jesus. In the name of our Lord. Thank you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 , Jesus. All this we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.聖書を拝読いたします。第一ヨハネ3章3節から11節。第一ヨハネ3章から3章3節から11節。キリストに対するこの望みを抱く者は皆キリストが清く現れるように自分を清くします。罪を犯している者は皆不法を行っているのです。罪とは律法に逆らうことなのです。キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことをあなた方は知っています。キリストには何の罪もありません。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪を犯しません。罪を犯す者は誰もキリストを見てもいないし知ってもいないのです。子供たちよ、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しく現れるのと同じように正しいのです。罪を犯している者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。誰でも神から生まれた者は罪を犯しません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのです。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出たものではありません。兄弟を愛さない者もそうです。互いに愛し合うべきであるということは、あなた方が初めから
聞いている教えです。アーメン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 。イエス様は、このイエス様がこの地上に来たのは、その悪魔の仕業を打ち壊すためだということですね。悪魔の仕業を打ち壊す。そして、イエス様がこの地上に来たのは人を救うためです。それは神が作ったこの世界を悪魔がこの横取りしてですね、人間を騙して、その神が作ったものを、その悪魔がこの何でしょうか、邪魔してるということなんです。皆さん、この真理をはっきり理解しないと世の中が見えないんです。一体世の中とは何なのか、多くの人は見えてないんです。世の中というのは神が作った世界を悪魔が横取りしているということなんです。そしてイエス様がこの地上に来たのは、その悪魔の仕業を打ち壊すためだと書いてあるんです。このことをしっかり理解しなければなりません。多くの人はもうこのことが知らないので、そのような見方をしないので悪魔に騙されちゃうのです。いいですか皆さん、多くの人は悪魔に騙されているということは神様の真理を知らないということなんです。聖書を読むということは、聖書を学ぶということは、真理を知るということなんです。聖書を学ぶということは悪魔の嘘が分かるということなんです。アメン。このことをしっかり理解しないと、暇があったとき聖書を読もう、暇があったら聖書も、で、そんなもんじゃないんです、皆さん。そんなもんじゃないんです。神様の、ね、言葉が分からなければ、もう自分の人生は闇だということなんです。神の言葉がなければ、自分が正しい考え方を持てないということなんです。ものすごく大事なことなんです。ここにあるように、ね、その神の子供と悪魔の言葉との区別がはっきりする。どういうことですか。私たちはその、イエス様が信じる前は悪魔の子供だったということなんです。悪魔の子供というのは悪魔から生まれて悪いことをするということです、ね、神の子供というのは神から生まれて義を行う、正しいことをするということです。人間が罪人だというのは罪を行うということですが、それは悪魔の子供だということです。この間5日ぐらい前に千葉県の柏市で連続通り魔事件がありました。知ってる？知らない。連続通り魔。ナイフでこう、歩く人をこう刺しちゃうってね。それは とんでもないことですね。知らない人を刺すとんでもないことでしょ。皆さん、なぜああいう事件が起きるかというのはですね、神様が、ね、人間が悪魔の子で、その人を殺すんだよっていうことを教えるんです。教えてるんです。神様は人間が悪魔の子で罪を行ってるっていうことを教えてるんです。犯人が特別ではないんです。もう日本中で世界中でもう憎しみあったり、ね、喧嘩してるのは当たり前でしょ。もう日本中がもう家庭の中でも喧嘩をし、そしてその会社の中で喧嘩して憎しみ合ってるじゃないですか。神様は罪を行う者は、ね、悪魔の子だと書いたんです。そしてそういう事件が起きるのも偶然じゃなくて、神様が人々が悪い人だけが悪いことをすると思ってますけど、悪い人だけが悪いことをするんじゃないんです。みんな悪魔の子で、みんな罪を犯すって書いてあるんです。アメン。クリスチャンも、ね、イエス様を信じる前は、罪人で罪を行ってたんです。皆さんもそうでしょ？私もそうでしょ？私たちは悪いことしてたんでしょ？アメン。罪を行ってたんです。それは、聖書がそう言ってるんです。神様がそう言ってるんですから、もし罪がないと言ったら、神様を嘘つきにすると書いてあります。アメン。私には罪がありません。私は悪いことしたことありません。私は正しいですと言った人は、あなたは罪人だと言った神様を嘘つきにすると書いてあります。つまり、神様の言ってることは正しいんです。
ということは全ての人が罪人だということです。それは、アダムとエバの子孫だからですが、私は悪いことをしてないという人も心の中では悪いことを考えてるんです。ですから誰も弁解の余地がありません。全ての人は罪のうちに、閉じ込められていたんです。しかしそれはイエス様を受け入れるためなんです。イエス様がこの地上に来たのは、その私たちの罪を取り除いて、罪を許して、悪魔の子から神の子にして、そこに悔い改めと喜びが起きるためなんだということです。クリスチャンは喜びます。クリスチャンはいつも喜びます。なぜですか？それは以前は罪人だったけれども今許されているからです。なぜクリスチャンは喜びますか？以前は約束のないものでしたけれども今神様に保証されて約束を持つものだからです。なぜクリスチャンは喜びますか？以前は自分の父親が悪魔だったんですけど今自分の父親が天のお父様だからです。アメン。ですからクリスチャンの方々喜ぼうではないでしょうか。喜んで、このイエス様のこの真理を、述べ伝えて、その救いを述べ伝えて、皆さん大丈夫ですよ、イエス様が救いに来ましたよ、もう落ち込んでなくていいのです、もうサタンの言うことを聞かなくていいのです、皆さんはイエス様キリストを信じることによって罪から解放されて悪いことをしなくなりますよと大胆に述べ伝えるべきではないでしょうか。日本はクリスチャンが少ないということは、悪魔の子だらけだということですね。もう神の子が少ない、もうどうして日本はクリスチャンが少ないのか。もうあれですよ、イスラエルの、イスラム教の国だって何パーセントクリスチャンですよ、ね。世界で一番クリスチャンの少ない国が日本じゃないかと思われるぐらいです、まあ、正確には分かりませんが、0. 何パーセントですね。こんなにクリスチャンが少ない国珍しいと思うんです。もちろん理由があると思います。なぜ日本にクリスチャンが少ないか理由があると思うんです。それは特別にサタンが牛耳ってるからだと思うんですが、じゃあなぜ日本を特別に牛耳ってるかというと、これから世界的なリバイバルの初めの国となるからです。ですからサタンはそれを知ってるんです。日本がリバイバルを起こしたら自分のね、その士気が近いと、自分が負けちゃうってことを知ってるので特別に日本を縛ってるんですが、それを知ってるのは私たちクリスチャンですね。だからこそクリスチャンが少ないからこそ、日本では本当にその、悪魔が働いてるからこそ私たちは勇気を持って伝道するべきじゃないですか。クリスチャンが光らなければ誰が光るんでしょうか。クリスチャンが述べ伝えなければ誰が述べ伝えるんでしょうか。私たちはその真理をはっきりと理解しなきゃいけません。今日学んでいる真理は、この十節にあるように神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。区別がはっきりする、神の子供と悪魔の子の区別がはっきりすると書いてあります。あ、旧牧師、クリスチャンもノンクリスチャンも大して変わんないじゃん、どこが違うんですか。クリスチャンだって悪いことするじゃないですか。クリスチャンだって落ち込むじゃないですか。ノンクリスチャンとどこが違うんですかと言います。確かにですね、そのノンクリスチャンの方が立派な人もいるかもしれませんね。場合によってはね、ある部分ではでも、その見かけじゃないんですよ。見かけじゃないんです。クリスチャンになることによって本当に変わるということですね。ノンクリスチャンはいつまでも変わんないです。そして見かけです。いい人ぶってるんですから、見かけはいい人のように見えて、その動機は欲であり、動機はお金なんです。でクリスチャンは信仰を持ちますので、その心の中にイエス様が来てくれますから、それが、まあ、神の種という言葉ではないかと思うんです。私たちの中に聖霊様がいます。
イエス様がいます。だから神の種があるんです。イエス様が一緒にいるならば悪いことできないんです。大事なのはその区別ですね。その義を行わない者は誰も神から出たものではありません。兄弟を愛さない者もそうです。私たちが礼拝にこう集まるのは兄弟姉妹を愛してるからですね。それはイエス様の御心であり命令です。そしてそれは神から出たものだからです。神から出たものはその兄弟を愛するのです。しかしその悪魔の子供は罪を行うと書いてあります。未信者の方々は本当に自分にの中に罪があるということを認識してほしいと思います。それはそのこの世界がどんな世界でどうあるべきかということをはっきり理解する必要があります。日本が今戦争のことを悔い改めないのは罪がわからないからです。罪がわからないから悔い改めないんです。自分が悪いことをしたということがわからないんです。悪魔の子供は自分が悪くないというのが悪魔の子供です。つまり日本は悪くない、日本人は悪くない、日本は悪いことしてない、これが悪魔の子供の特徴なんです。でも日本は明らかに悪いことをしたんです。明らかに侵略戦争をしたんです。ですから私たちは正直になるべきですね。嘘をつかない、責任転嫁しない、責任放棄をしない。神の前で、神はご存知ですから、私たちは自分の罪を認めるべきです。つまり、日本が悔い改めないのはイエス様を信じないからです。イエス様に対して悔い改めないから韓国中国に対して悔い改めないんです。韓国中国に悔い改めることができる人はイエス様を信じることが信じやすいと思います。そういうわけで皆さん、私たちはまず個人的にも国家的にも自分の中に、ね、悪魔の種がある、罪がある、そこに問題があるということを理解して、私たちは、悔い改めて罪から離れます。悪から離れます。クリスチャンはキリストが清くあるように自分を清くします。そしてますます清くなることによって世の光となります。兄弟姉妹の皆さん、模範となりましょうね。罪を行う模範じゃダメですよ皆さん、義を行う模範になって、クリスチャンがリーダーシップを発揮するべきです。罪人がリーダーシップになってありえないでしょ。悪魔の子がリーダーになってどうするんですか。ヒトラー見てください、キム・ジョンウン見てくださいね、毛沢東を見てください。悪魔の子がリーダーになったら大変なことになります。悪魔の子がリーダーになったらもう本当に悲惨なことが起きるんです。日本も同じです。日本のリーダーは、ね、悪魔の子ではいけないんです。神の子になるべきです。アメン。日本のリーダーも神の子がリーダーシップ取るべきなんです。アメン。戦争中、ね、悪魔の子が日本のリーダーだったんで日本は滅んだんです。偶像崇拝したから、個人崇拝したから日本は滅んだのです。でも今日本のリーダーはまだ悪魔の子なんです。だから日本が、日本のリーダーは神の子になって日本を救わなければならないのです。クリスチャンの方々、皆さんがリーダーです。兄弟姉妹の皆さん、皆さんがリーダーです。世の光となりましょう。地の塩となりましょう。悪魔の子たちを、ね、神の子供たちに変えましょう。それは十字架の力によって、十字架の力によって、悪魔の仕業が打ち壊され、罪が清くされるのです。イエス様の血によって、罪が洗い流されるのです。さらに、今週、前にステップを踏みましょう。信仰的なステップ。さらにイエス様の教えを守りましょう。アメン。アメン。
Praise the Lord. 主を褒めよう。Amen. Children of God, praise the Lord. 神の子供たち、主を褒めよう。The Lord is good. All the time. All the time. God is good. The Lord is good. All the time. All the time. Lord is good. My listener heard there, are you happy this morning? リスナーの方々、今朝はハッピーですか? It's a beautiful Sunday again.また美しい日曜日ですね。It's a Sunday for the children of God to join together. もう神の子供たちが集まる美しい日曜日ですよ。Give worship and praise to God. もう神様に向かって賛美と礼拝しましょう。It's good to always happy. もういつもハッピーでいましょう。When you are happy, もうハッピーならば、you receive good things.もう良いものを受けます。When you are happy, ハッピーならば、you receive blessing. もう祝福を受けます。When you are happy, ハッピーならば、good things comes your way. もうその良いことがあるんです。Praise the Lord. 主を褒めよう。Praise the Lord. 主を褒めよう。My message today, 今日のメッセージは、is how to worship the Lord. 主をどうやって礼拝するか。How?Children of God, how to worship the Lord. 神の子供たちがどうやって主を礼拝するか。Some Christians don't know how to worship. あるクリスチャンはどうやって礼拝するかを知らないんです。Some Christians don't worship God. あるクリスチャンは神を礼拝知らないんです。Worship is different from praying. その礼拝っていうのは祈りとは違うんですよ。Worship is different from reading Bible.もう礼拝っていうのは聖書を読むこととは違うんです。When you worship the Lord, もう主を礼拝するなら、When you worship the Lord, 主を礼拝するとき、Heaven will be rejoicing. もうすべてが喜びなんです。When you worship the Lord, 主を礼拝すると、Heaven will be rejoicing. もうすべてのことが喜びとなっちゃうんです。How to worship? どうやって礼拝するんですか? Like I said, worship is different from praying.もうその礼拝は祈りと違って、And worship is different from reading Bible. もう聖書を読むこととは違って、But when you wake up in the morning, もう朝起きると、It's good to sing a joyful song unto His name. もうイエス様の皆によってこの喜びの歌が聞こえてくる。It's good to thank Him that He has woken you up again in the morning. もう朝また起きれて感謝しますということは良いことです。Out and you come back home, it's good to worship him. もうその家から出てまた家に帰ってくることは本当に礼拝すること良いことなんです。Because so many people go out, they was not able to come in. すべての多くの人は外に出るけど。Yeah, so many people go out, but they were not able to come in. もう家を出てまた戻りますよね。So many people traveled, they lost their life on their way.しかし多くの人は外で出ていろんなトラブルに遭います。So many people travel through air, through land, through car. They lost their life. もう多くの人がですね、車の中とか道路とかいろんなところでトラブルが起きます。Then where you are alive today is good to worship the Lord. しかしその主を礼拝することはとてもいいことなんです。When you see a day like this, is good to worship the Lord.もう今日は主を礼拝することにとてもいい日なんです。Brothers and sisters, 兄弟姉妹の皆さん、Brothers and sisters, 兄弟姉妹の皆さん、Worship is a key to communicate with God. もう神様とコミュニケーションを取る鍵なんです、礼拝は。Worship is a key to communicate with God. 礼拝というのは神様と良い関係を持つ鍵なんです。Because when you worship, heaven will be rejoicing. Heaven, yeah, heaven will be rejoicing, yeah. Heaven.Heaven. 天国。天国。Heaven. When you worship, heaven will be rejoicing. When you worship, 天国ね。Rejoicing ね。皆さんが礼拝するなら天国が喜ぶのです。When that rejoicing, there is anointing that will pour upon your life. そして私たち礼拝すると、こう油注ぎがこう注がれるのです。There is a great anointing, and you will feel that anointing. そして満たされる油注ぎが降り注ぐのです。That is anointing of God. これは神の油注ぎです。That is anointing that brings light into your life. その油注ぎが光をもたらします。That is anointing that brings blessing into your life.この油注ぎが皆さんの生活に祝福をもたらします。That is anointing that brings joy into your life.
この油注ぎは皆さんの生活で喜びをもたらします。That is anointing that brings success into your life. この油注ぎは皆さんの生活の成功をもたらします。Brothers and sisters, 兄弟姉妹の皆さん、Brothers and sisters, 兄弟姉妹の皆さん、Listen to me today, 今日私の言うことを聞いてください。Listen to me today, 今日私の言うことを聞いてください。Worship is very important in our life. もう礼拝というのはもう生活の中でとても大事なんです。To worship God is very important in our life.神を礼拝することはとても生活の中で大事なことなんです。Praise the Lord. Praise the Lord. 主を褒めよ。主を褒めよ。Praise the Lord. 主を褒めよ。From today. 今日から。From today. 今日から。Continue and start to worship the Lord. もう主を褒め続けようでは、礼拝し続けようではないでしょうか。Praise the Lord. 主を褒めよ。Praise the Lord. 主を褒めよ。Praise the Lord. 主を褒めよ。アメン。Praise the Lord. 主を褒めよ。 Praise Master Jesus. 主イエスを褒めよ。 Praise Master Jesus. 主イエスを褒めよ。 アメン。 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 アメン。Today, とにかく今日は I just have a very short message. 短いメッセージをします。My message is, 私のメッセージは taking the chance. チャンスをあの取るということですね。Taking the chance. チャンスを取る。What is chance? チャンスとは何ですか? Is when the time come, you recognize it.To recognize. あの、認めることですね。うん、認めること。To recognize that this is the time. あ、その今だということを知ることです。That is chance. これがチャンスです。Yesterday. 昨日。No, sorry. Day before yesterday. 一昨日。I was working. I was just working in the. 歩いてました。So.I saw one Japanese man. ある日本人を見たんです。He just smiled. 彼はスマイルで。あの笑ってました。He was smiling. とてもニコニコしてたんですね。And this man is he's about maybe 80 years. About 80? Yeah, yeah, yeah. 80年前。No, he's about 80 years. ああ、だいたい80歳ぐらいの、あの、男の人でした。So, I noticed something very strange. 何かちょっとですね、変なことに気づいたんです。Because, なぜかというと、in Japan, 日本では、You can't see such a smile on such a face. あ、そんなにニコニコしてるってことないじゃないですか。Here, everybody is always having a poker face. だいたいみんなポーカーフェイスしてますよね。Yeah, maybe that I don't know why, but you know, you hardly see Japanese smiling. まあ、日本人特有のまあスマイルはあったとしても、it's a really different smile.でもそれはその男の人はちょっと違うスマイルだったんですね。So, and I say hi to him. あのその男の人にはいと言いました。The first time I say hi to him, 最初にはいと言ったら he just walked towards me. その人が自分私のところに来たんです。The first thing he said, 最初に彼が言ったことは I am a Christian. 私はクリスチャンですって言うんですね。It was then I know there's the difference.あだからなんか違ったということが分かったんです。He's very happy man. あその人はとてもこう幸せそうな人でした。Do you want to become like a man like that? どうしてその人がそのようであったかというと Because he knows he has a gift from God that he wants to share with me. 彼は賜物を持っててそれを分かち合ってくれました。Brothers and sisters. 兄弟姉妹の皆さん。Do you want to take the chance? チャンスが欲しいですか? Yes.
Do you want to become like a man, that 80 years man who was very happy? Are you want to become somebody like that? もうその人は80歳の老人でしたけど、そのようにハッピーのように皆さんもなりたいですか？ Then you have to take the chance. そしたらチャンスを得ましょう。Take the chance. チャンスを得るのです。That is why today. ですから今日。You have to give your life to God. その人生をイエス様、神に捧げて。So you can be saved. そして、言わなきゃいけません。So you can be rescued. あ、救われなきゃいけません。From the hand of the devil. 悪魔の手から救われなきゃいけません。When you have been saved from the hand of devil. 神の、悪魔の手から救われるためには。Then you will have number one. 一番目。You will have peace. あ、そうすれば、平安になります。You will have love for people. 人々に対する愛を持ちます。When you have love for people, people will give you more love. もう愛したら愛されるんですよ。When you have love for people, people will give you more love. もう愛すれば愛するほど愛されるんです。Just like the old man. その老人のようにね。Then you can fight the devil. ですから悪魔と戦いましょう。You can fight the devil. 悪魔と戦うことができるんです。You cannot suffer from depression no more. もう鬱になることはないんです。You cannot suffer from bad health. もうあの 病気であることはないのです。Then you have a lot of testimony. You have a lot of testimony. たくさんの証を持つでしょう。All your wishes will come true. いろんな願いが叶えられます。Your wishes will come true.夢が叶えられます。You will be a happy man like the 80 years old man. その80歳の老人のようになります。So today, brothers and sisters, 今日、兄弟姉妹、take the chances and come to church and let's fellowship with our Lord Jesus Christ. もう教会に来てチャンスを得ましょう。Don't be shy. 恥ずかしがんないでください。Don't be shy. 恥ずかしがんないでください。Get away from your camera. Get away from back door. Come to the church and let's pray to the Lord and be happy together. もう何か置いて、とにかく来て、ハッピーになりましょう。Let's share ideas together. そしてお互いに分かち合いましょう。Then we can be very strong. 強くなりましょう。We can be very happy. ハッピーになりましょう。We can share our love together. お互いに明かし合うのです。So there will be a new day in your life. 皆さんの人生の新しい日になります。I believe everyone there. 皆さんにお信じます。I believe that everyone is tired of living an old life. もうその皆さんは古い生活に疲れていると思いますが、You need a new life. 新しい生活が必要ですよ。You need a new protection. 新しい守りが必要ですよ。You need a new vision. 新しい夢が必要ですよ。You need a new way of doing things. もう何かをする新しい道が必要ですよ。That is why, brothers and sisters. だから兄弟姉妹の皆さん、I'm calling on you this morning. ですから皆さんを呼ぶのです。I'm calling you this new this morning.新しい日に言うのです。Let's come to church and fellowship with our Lord Jesus Christ. 教会に来て分かち合いましょう。We have a lot to gain, a lot and lot and lot to gain. 素晴らしい利益を得ましょう。You will have a lot to gain, brothers and sisters. 兄弟姉妹の皆さん、益を得ます。That is why you have to take the chance today. ですから今日チャンスを得ましょう。So brothers and sisters, I will see you next week. 兄弟姉妹、来週も会いましょう。I wanna see new faces next week.来週は新しい人が来るでしょう。Brothers and sisters, thank you very much for today. 兄弟姉妹、今日はありがとうございました。So see you next week. 来週会いましょう。Thank you very much. ありがとうございました。アメン。アメン。2000年前にイエス様はこの地上に来て十字架にかかって死んでくれました。すべての人のためにその罪を許すために死んでくれました。しかしその契約はそれはその許しを得るためには契約をしなきゃいけないんです。
無条件で許されるのではなくて、悔い改めて、サタンのに従ってました、自分は悪いことをしましたと悔い改めてイエス様を信じて初めて契約が成り立つんです。ですからもし自分は悪くないという人は救われないということですね。自分に罪がない、自分は正しい、イエス・キリストは必要ないという人は救われないわけです。私は罪人です、私は許しが必要です、イエス様の許しが必要です、そのように思う人はイエス様と契約ができるんです。そして私たちはこの契約を守ります。この契約をしっかり守ります。これはイエス様の十字架を述べ伝えるためです。兄弟姉妹、皆さんは何を誇ってるんですか？十字架です。イエス様であり十字架を誇るんです。これが契約です。これが契約です。イエス様だけです。そうです、イエス様だけを誇る、それが契約です。もし私たちがイエス様以上のものを何か持てば偶像になっちゃうんです。十字架以上のものを持てば偶像になっちゃうんです。それは良くないんです。私たちはイエス様を、十字架を一番にするべきです。そしてそれが契約です。天皇様、本当に以前は契約のないものでした、救いのないものでしたけれども、憐れみによって救われました。今私たちが誇るのは自分ではなく、この世ではなく、イエス様を誇ります。十字架を誇ります。そして、生涯、イエス様の十字架を述べ伝えます。十字架を誇り続けます。十字架を述べ伝え続けます。イエス様、それが契約です。イエス様、あなたに従います、あなたの御心を行います、助けてください。たくさんの人がこのことを理解しますように、自分は救われなければいけない罪人であることを理解しますように、神を恐れますように、神なくしては救いがないということを理解しますように、多くの人が悔い改めますように、イエス様、悔い改めの霊を送ってください。悔い改めの霊を日本に送ってください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン、アメン。私たちが救われたのはイエス様の血です。イエス様の血は犠牲の血です。イエス様は私たちのために血を流された、犠牲を表します。そして私たちはこのイエス様の血を受けます。この血によって罪が許されます。この血によって義とされます。以前は不義とされていた私たちが神様に義とされる、認められるのは自分の誉れではなく、イエス様の血のゆえです。イエス様の血によって私たちは義とされました。それは自分を誇るのではなく、イエス様を誇るためです。イエス様、どうぞ私たちがさらにへり下り、さらに謙遜になり、イエス様だけを誇るものとしてください。もういつもいつもイエス様を喜び、イエス様を称えるものと変えてください。サタンの嘘に負けないように、兄弟姉妹が信仰に立つことができますように、喜び踊るものとなりますように、兄弟姉妹を励ましてください。日本中、世界中の兄弟姉妹を励まし、あなたの栄光を表すものとなりますように、神の愛で人々を愛することができますように、どうぞ励ましてください。今週1週間祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン、アメン。
イエス様の血を飲みましたか？本当の飲み物、本当の食べ物、まことの食べ物、まことの飲み物です。元気になりましたか？元気になりましたか？思いっきり喜びましょう。思いっきり喜びましょう。思いっきりイエス主にあっていきましょう。アーメン、アーメン、アーメン。はい、ありがとうございました。もう本当に、礼拝して満たされました。皆さんも満たされたと信じます。今週1週間、信仰で会いましょう。喜んで会いましょう。アメン、アメン、アメン、アメン。